小森照彦3月30日隊は、日本のオペラ歌手、声楽家。日本人初のドイツ宮廷歌手。東京都出身。東京学芸大学教育学部附属高等学校、卒業。1990年、東京芸術大学音楽学部声楽家卒業。1992年度、大学院音楽研究科オペラ専攻修了。文化庁オペラ研修所。 第9期生を経て、1995年文化庁、在外芸術家派遣研究員として2年間ドイツのベルリン芸術大学に学ぶ。声楽を、原田茂雄、勝部太志、中山定一、ハラルトシュタム、デビット・ハーパーに、ドイツリート解釈を、ハンス・ホッター、ディートリッヒ・フィッシャー・ディースカウ、エルンスト・ヘフリガー、ギゼラ・アンドレアス、アンドラーシュ・シフトに指示。 ヨーロッパでの初舞台は1998年プラハ国立歌劇場における椿姫のジェルモン役。1998年に一時帰国してワーグナー、リエンツィノールシーに1999年にはドイツの現代作曲家ボルフガン・グリームの狂ってゆくレンツのレンツを演じた。2000年8月からドイツチューリンゲン州のアルテンブルクゲイラ市立歌劇場の 先続第一話リトン歌手として契約し、12年間の間、劇場の看板歌手として活動した。2012年7月に同劇場との契約を打ち切り、2012年秋に日本に活動の拠点を移す。アルテンブルクゲイラ私立歌劇場での活動の傍ら、コットブス州立歌劇場、ハーゲン私立歌劇場、ツビッカウ私立歌劇場、ゲルリッツ私立歌劇場、 ルードルシュタット私立劇場などにも客演した。2006年のザルツブルク音楽祭では、祝祭大劇場での編成作曲のオペラ、午後の栄光狩猟役、2007年のジークフリート、マットゥース作曲のオペラ、小島世界初演における、ニーチェ役、2009年のミラノトリの9月音楽祭での、細川敏夫作曲のオペラ、半女吉尾役とヤロミール・バインベルゲル作曲のオペラ、 バレンシュタインドイツ初演におけるタイトルロールなど現代音楽の重要なプロダクションで国際的な活躍をしている。オペラ歌手としてのレパートリーはカワリエ・バリトンからヘルデン・バリトンまでを網羅し演じた役は70を超える。リゴレット、ナブッコ、サマヨエル、オランダ人、ドン・ジョバンにそれぞれのタイトルロールをはじめとしてオペレッタやミュージカルまでと幅広い。日本でも 昭和音楽大学オペラ情報センターだけで47件の出演歴が記録されている。また、本場ドイツで培ったドイツ歌曲にも造形が深く、2005年からは、東京で毎年ピアニストハットリヨーコとのデュオリサイカルシリーズを展開し、テーマを定めたプログラミング、俳優の山本浩二を朗読に迎えてのブラームス、歌曲集、ティークのマゲローネによる、 ロマンス全曲演奏などを行ったほか、レコーディングも行っている。東京音楽大学教授、東京音楽大学附属高等学校長として、更新の育成にも注力している。2007年に、小学館、さらい市の我が家の朝食コーナーに、畑中良介のグリーンジュースが掲載されたが、その始まりは小森が畑中に紹介した書籍によるものだという、ありがとうございます。